出題です。どうぞ。心にしみる優しい音色を奏でるのはオカリナです。演奏しているのは上村明さん。昔ヨットを作って太平洋をずっと回ってきたことあるんですよ。その時に太平洋でイルカがよく遊びに来て、でキュイキュイって鳴くんですよね。その声を日本に帰ってもう一回聞きたいなって思った時に、まあ、たまたま街中でこう聞いてたのがオカリナの音だった。で後でそういうのが分かったんですけど、それでちょっと、まあ、自分でそういうこうイルカが飛び跳ねてるイメージを思い浮かんだんですから、きっとオカリナの音に惹かれて、それで作るようになりました。上村さんは金沢市内の工房でオカリナの製作も行っています。オカリナは土をこね、形を作って中をくり抜き、音を出すための穴を開けて焼いて仕上げます。陶芸の部分とそれから音楽の部分と両面が違うので、なかなか焼くとこれは縮みますから、音楽っていう、まあ、いろいろ楽器の音合わせのところがすごく難しくなりますね。だから音楽のこともある程度知って、そして陶芸のことも少しいろいろ技術を持ってっていうので、オカリナを作ってるんですけどね。上村さんの作ったオカリナは現在金沢市南町にある石川村ギャラリーで展示販売されています。味がありますね。問題です。オカリナはイタリア語なんですけど、日本語ではどういう意味でしょうか。1番大きな鳩、2番大きなガチョウ、3番小さな鳩、4番小さなガチョウ。昔イタリアの方で鳥の卵に穴を開けてスーッと吹いたっていうところから来ているそうです。だからイタリアにイタリアの鳩を置いてちょっと待ってくださいよ。不審なコメントです。なかなかヒントが。